どうも、バタでーす。今日の動画は。これだー。 えっと、ゾイドワイルドのね、ディメパルサーのレビューをしていきたいと思います。ね、うん。まあね、あの、先週発売したやつでも、まあ、あるもんでね。まあ、あの、先々週の16日に登場し、アニメで登場したゾイドでもあります。まあ、デスメ、デスメタル帝国のね、うん。じゃあ、これをあの、レビューしていきたいと思います。では、 どうぞこれがね、ディメパルサーでもあってね、あのディメパルサーは、ディメトロン、ドン種でもあってね、まあ、確か、キューキューゾイドの時には、ディメトロ、ディメトロドンのゾイドを発売したことがあるそうだもんでね、うん。まあね、 あーの、乗ってる人がね、実はというとね、この、奇策のトリフが、が、あの、乗っています。ね。うん、まあ、あの、デスメタル四天王の人でもあってね,ね、うん。まあね、奇策のトリフというと、これ、ステゴゼーゲーを乗っ取るやつだ、やつって言うけどもね、ね、実はね、 先々週の、の16日の時にね、あのディメトロドンが、ね、あの、の、えっと、確かソルトと、と、あの、餃子が、餃子に、あの、倒されてね、これもう破壊されて、ね、終盤の時にね、こいつが登場して、 登場しました。まあ、トリフが乗り換えたっていうことだもんでね。うん。新しいゾイドだもんでね。うん。まあ、ね、ね、ちょっとこれが、ね、先に出ましたからさ、ちょっとあの、レビュー出し、出していきたいと思いますね。うん。まあ、でも、捨て子勢かわいそうだな。うん。 まあね、ゾイドワイルドは、兵器ではなくてね、まあ、あの、生き物でもありますからね、ゾイドの、ゾイドワイルドの、ゾイドはね、うん。まあ、ディメンパルサーをレビューしてきいきましょうね、うん。まず上はこんな感じでね、まあ、いつものもんだけどね、うん。下は、上と同様、ね、うん。横は、 こんな感じね。リメ、リメパルサーの、と、の、あの、機体説明とかね、能力があります。ね、うん。まあ、高周波パルスを使って電子戦が得意な中型ゾイド。確かね、あの、ね、ライガー、いや、嵐たちがね、あの、餃子たちとこに行ってさ、それでね、リメパルサーに乗って、 乗っていて乗、乗り換えて、それで本のいや、あの、デス・ブラストをやった時にね、ね、パルス、出ッ拡散しちゃったもんな、うん。まあ、あの、ワイルド・ブラスト、デス・メタル帝国だこのトイドはデス・メタルだもんね、デス・ブラスト、すると、スペクター・フィン、まあ、ここがスペクター・フィン。 を広げ高周波プラスを拡散放射敵のゾイドを拡乱し寒天させるまあ寒天しとったもんな <laughs> まあね技名がマット奥で奥てってとでもありますねうんまあこんな感じでね、うん、もう横のところはまあいつもの通りのこんな感じでねうん 後ろはこんな感じ。まあ、あの、発掘開始して、ボーン復元して、で、完全に復元完了完了しました。してさ、うん。そして、本能解、まあ、ワイルドブラストじゃなくてデスブラストだけどな、正しく言えばね、このゾイドはね、うん。まあ、デスブラストすると、背中の、 の、スペクターフィンが開いて、ね。ね、あの、交互に動かしながら前進します。まあ、そんな感じでね。うん。リアルな方向が楽しめるそうですね。うん。下は警告と注意事項が書いてあって、ね。まあ、こんな感じに、はい、に書いてあります。そんじゃあ、台風、や、服、 発掘し、ていきましょうかね。うん。ゾイドだわ、ゾイドワイルドはね。うん。そんじゃあ、発掘していきましょう。まあ、ね、箱を開けるときは、デザインナイフを使います。が、まあ、テープを切ってこう、こよう。まあ、ね、ちょっとテープを、まあ、このカッターを使うときは、ね、あの、手に刺さらないように気をつけてください。まあ、スパってやって。 まあ、蓋を閉めまましょう <laughs> まずまあ捨て子税いを一番一番溶かして、ね、さあこっからあの発掘していきましょうっと発掘して発掘開始バーゴットまあこんな感じでね えっと、復元の書が入っていてね、ディメパルサのね、うん。そして、はじめに開けよう、S パックが入っていて、ね、タックスパック A と、まあ、走行の B が入ってあります、ね。うん。まあ、とりあえず、あの、ね、B 以外は、ちょっと最初に出しておきましょう。あ、そうそう。 復元の書も、もう開かなきゃいかん。ね。うん。おっと。よし。そんじゃあ、ね。発掘パックと S パックを出していきましょう。じゃあ、行くぞ。せーので。さあ、早速ね。これあの、並べておきました。もんでね、うん。あ,あ、そうそう。まあ、もちろん、あの、メカニットも入っています。まあ、あの、ね、ワイルドライガーと同様の、 確か M サイズでもあってね。うん。まあ、必要なのは、あの、ね、電池新品の電池一本と、ね、まあ、ドライバーが必要でもあります。ね、うん。まあ、カッターは別にいい、あってもね、なくてもいいと思います。ね、うん。そのままね、 ね、こういう風に開けられるからねうんそれじゃあ電池を入れときますまあ単4電池が必要ですまあちょっと単4単4のことを言い忘れちゃったけどねうんそんじゃあネジをつけあのネジで止めればちょっと確認していきましょうよしそんじゃあこれ問題なく動き 動きますから、これでいいと思います。ね、うん。そんじゃあ、これもう復元開始し,していきたいと思いますが、まあ、ちょっとね、M サイズだもんでね、ちょっと、撮るのも、あ,あの、相当時間かかりそうだもんでね、ここだけは、ちょっとね、カットしていきたいと思います。そんじゃあ、復元開始 ちょっとしばらく待ちくださいね。<laughs> 復元完了まあ、骨格形態の、ね、ディメパルサーを復元しましたイエーイまあ、ディメパルサーはこんな感じでね、ね、あーの、ね、<laughs> えっと、トリフが以前乗っ取った、このステゴゼーゲーと比べてみると、ね、なんか、これね、 ねまるであの、小さい、ように見えます。まあ、あの、ステゴゼーゲーは、確かあの、の、L が、L 型の、あの、L の、ゾイドだもんでね。まあ、こっちはあの、M、M だもんでね。まあ、ね、ディメンパルさんの方が、小さい、な、と思います。 まあ、こんな感じでね、うん。ディミンパウスが小さいな。<laughs> まあ、こッちでごぜゲの方が大きかったけどな、うん。さあ、ね。ちょっとね、これあの、電源入れていきましょうかね。うん。スイッチオンまあ、こんな感じに動きます。 さあね、ちょっとこ、僕の方は、あの、最初からあの、あの、目を入れて、入れましたもんでね。まあね、ちょっとこんな感じにな,なりますけどね。うん。まあ、あの、ワイドブラストをするときは、ここを、あの、下げる、下げる、ここのぶ部分を下げるようにするらしいんです。ねうん、反対側も下げます。 ねうん、まあ、あの、手動で、まあ、あの、の、手動で、あの、ワイルドブラストをしていく感じです。ねうん、まあ、確か、捨て子税減も、手動でやるもんな。<laughs> まあ、ワイルドブラスト、 まあ、こんな感じに動きます。まあ、ここがブルブル震えてね。まあ、こんな感じでね。うん。だすまあ、これの、これのおかげで、ちょっとよーく見えるかな。これが動くもんでね、ここのヒレが、が、パタパタ動いたり、りします。 もんでね、うん。まあ、こんな風にパタパタ、パタパタします。<laughs> そんじゃ、スイッチオフにして、まあ、元に戻すときは反、逆の手順でやってください。ね、うん。まあ、これが骨格形態にな、の、あ骨格形態の説明です。さあ、次は、 ねあの、ねディメパルサーをね、あの、完全体へと、あの、復元させていきたいと思います。ね、うん。まあ、これが、ね発掘パック B でもあって、ねまあ、よく見るとね、ステゴゼーゲの同様のね、ねちょっとね、あの、渋みがある、あの、 の、緑色にもあります。ね、うん。まあ、これ、あの、ステゴ子ーゲで、まあ、ステゴ子ーゲの色でもありますね、うん。そんじゃ、あの、復元開始し,していきましょうね。まあ、こっからは、こっからは、ここは、あの、取っていきます。ね、うん。まず、B の1のところを、あの、こっちにあの、はめ、はめといて、 んこっちかなここに、ここに、あ、いや、ここにあ、あの、はめ、めておいて、ちょっと、ああ、動かさないといかんか。あんやちょっと動きづらいな。ちょっとやりづらいな。あ、ここのあ、こ、ここの穴にはめるんじゃなくて、 こことここにはめるんだなうんえっとこういうふうにはめといてよこしょちょっとはめづらいかな <laughs> よ,よしはめ よしこんなふうにはめましたねうん次にあの B2 をこをここのここのあの突起とここのあの細いあの穴には,あのはめておいてえっと,と よし、はめ、よし、はめた、はめましたね。うん、次が、まあこ、足が、足の、の、あの、装甲が付けられましたね。うん、次が、あの、B の3。まあ、もう、あの、特にライダースーツを乗、ライダーが、 が乗っていますからね。うん、特にね。おっと。ま、もう目はつけておきました。からね、うん。次にあの、B の4を、あの、ここ、ここにあの、はめておい、はめといて、ここにあの、つけといて、ね。 B の5も反対側だから、まあ、B のど4の同様につけておきます。まあこんな感じだな。うん。そして最後は顔。顔にな、なりましたね。うん。まあもう、目は、まあ何回も言うけど、目はもうつけておきました。かね。うん。えー、っと。 B の6を、ここにつけておいて。よし、B の6をつけておいて。最後に B の7をつけてお、B の7をつけておけば。まあ、これ B の7ね。うん。完成これがね、ディメパルサの完全形態だまあ、復元完了しましたね。うん。 イエーイまあね、これがね、まあディメンパルサーはよく見ると、なんかね、えっと、スティックスデゴゼーゲーによく、よく見える、よく似とるなとそう思います。もうね、うん、ちょっとね、色が、装甲の色がね、同じ色だもんでさ、うん、まあちょっとな 少し小さくなったせ、ステごぜけども、いようかなと思っていますね。うん。まあ、ワイルドブラストとかは形は違うけどもね。うん。そんじゃあ、動かしていきましょうかね。うん。まあ、改めてね。まあ、こんな風にあの、動かしたさあうん、普通にね。<laughs> そんじゃあ、ワイルドブラスト、改めていきま やりましょう。まあ、ここの、こことここを、あの、下に下ろして、こんな風に、バカって開い、開いて、まあ、ヒレのところがバカっと開きますね。うん。じゃあ、またスイッチ入れましょう。ね、うん。まあ、ここの、 ここの、ここのさ、あの、ヒレが、が、あの、動きます。ここのヒレがね。ちょっとブルブル震えとる、そうだけどもね。うん。<laughs> まあ、これであの、フリーラムタンたちが、ちょっとね、あの、の、の、少しあの、の、戦闘不能になった、 なりましたからね、これでね。まあね、パルスのせい、まあ、あの、確かこれが、ね、マット・オク・デッドでね、高周波パルス、パルスを拡散放射しましたかな、うん。<laughs> 感電させて、フリーダム弾のゾイド全部か、あの、感電させたもんな、<laughs> これでね、うん。 そじゃあ、元に戻しましょう。よし、元に戻す。せばいいな。うん。じゃあ、最後は、あの、捨て子税下との比較。ね、うん。まあ、ちょっとね、さっきあの、骨格形態の時に言ったんだけどもね、あの、捨て子税下の方が大きくてね、ディメパルサーの方が小さいですね。うん。まあ、こんな、 風に、大きさがわかりますね。うん。ももね。うん。そして、あれも、やってみるあ、見ますかね。うん。さあ、ワイルドブラスト形態にもしておきました。もんでね。うん。まあ、あの、ワイルドブラストの仕方は、まあ、あの、ステコゼーゲと同様、なあ、なあ、ここのヒレを、ここを、あの、開く、 分かっててろしし開くみたいな感じにしますで、ね、うんねまあ、確かにディメンパルサも、こ,こ、ここの部分を下ろすもの、下ろすからな。まあ、なんかあの、ねえ、っと、ステコゼーゲと,とディメンパルサは、なんかよく似たワイルドブラストの仕方になっているそうだからな。うん。まあ、だけど動き方 って言うと、ね。動き方は、まあ、全く、ね、違いますからね。うん。で、ステゴゼーゲは、ここが動くしさ、ね。うん。そして、ディメイパルサーが、ここのヒレがパタパタ、パタパタ動きます。っていう感じだね。うん。まあ、あの、ディメイパルサーのレビューは、こんな感じ。というわけでね、 このディミパルサのレビュー動画いかがだったでしょうかね、うん。まあ、ね、これがね、気さコザクタンスのトリフ、いや、気さくのトリフのね、二代目の、の、ゾイドでもあります。もんでね、うん。まあ、セコゼーゲー破壊されてかわいそうだな、うん。まあ、あの、ね、 確か、先々週のゾイドを見たらさ、まあ、ドレイクがいない時にはね、この、あの、フォアグラとキャビアでね、あの、デスメタル三重士って呼ばれていました、そうですね、うん。まあね、ドレイクが入ってからは、あの、デスメタル四天王って言われるようになりました、ね、うん。 まあ、5人目入ったら、デスメタルビ、ビッグ、ビッグファイブっていうかな <laughs>。まあね、あのね、今、キャビアが、ね、まあ、なんか、ね、ね、なんか、えっと、あれがぶっ壊れ、ぶっ壊しちゃったもんでね。まあ、なんか、そう、なんかね、なん、なんて言うなったっけ、わせ、わかんないな <laughs>。まあ、いいや。 ねうん、まあね、これがトリフの新しいマシンでもあるもんでね。<laughs> まあね、ね、ね、えー、っと、パルスでね、まあね、対、まあ、苦悩するかなと思いますね。うん、まあ、そうだよな。な、これの、の先に発売した、ディメパルサの先に発売した、 まあ皆さんが言うけどもね、うん、あのスパイデスのレビューとかはどうしたんだって言うと思いますがね、ちょっとさ、ね、これスパイデス、あの、まだ、ね、アニメにもね、全然出てきてないもんでね、まああの、アニメに出たら、ね、あのね、ね、レビューする予定でいると思います。<laughs> ね、うん。 まあちょっとまだアニメに出てきてないもんでね。うん。れ、まあちょっとレビューは、ね、まあ、まあ後回しにしていくと思いますね。うん。まあもしよければチャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。まあよければ高評価なんけどね。うん。コメントには、お、これトリフの、の、 二代目モデルじゃん。二代目のゾイドじゃん。とか、あ、これ小、あ、小さくなったなってもいいので、ぜひ、ね、あのコメントに書いてください。あとね、ね、あの、ね、僕ね、ちょっとね、あの、軽度の知的障害持っとるもんでね、そのせいか、滑舌悪いところもあったりさ、ね、 ちょっと喋り方に違和感あるなーっていう人もおる人もおるもんでね。そこだけはご理解お願いします。あと新しい動画見たい人は、チャンネル登録をお勧すすめします。まあそうだよな。あの、こいつの次のゾイドは、まあ待ってたな。あの、あ、シュプリーム団の一人でもある、あの、アポカドが乗る、 ね、アンキロザールス型のゾイドが発売してね、うん。まあ、冒険の,のショショーパート2で見たんだけどね、うん。その次のゾイドがね、ね、なんとあの、ギルラプターがな、なんか発売されるそうですね、うん。まあ、前ね、ね、確か、 ね、ZW15 ってね、覚醒ワイルドライカーが発売したもんでね、その次が、ねえ、えっと、ギャラが専用の、の、あのギル・ラプターが発売するか、ねえ、ちょっとワイルドライカーの同様の、の、豪華仕様になった、ねえ、あの、ねえ、 覚醒ギルラプターが発売するかは分かりません、ね、まあドレイクが乗るやつだけどね、うん、もちろんのことなんですが <laughs> ギャラが専用ギルラプターも豪華仕様で <laughs> 来ると思いますからね、うん、ここのところがね,ねここの歯が,があの銀メッキになったり さあ,ね、あのねここのメカニットのとにはハイパワーハイパーメガニットにもなったりさまあ赤いやつでね、うん、まあ多分そんな仕様で行くかはは行くかと思いますからね、うん、まあナンバーツ2のやつなんだけどなうん。 まあ、まだまだわかりませんけどね。<laughs> うん。じゃあ、以上をもちまして、で、ね、あの、バターのリメパルサのレビュー動画を終わります。それじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。